こんにちは。こんにちは。ラッシュ300の田島翔平と小笠原千秋です。前回ね、1秒チャレンジでリーダーチャレンジしたじゃないですか。反響良かったですか？そうだね、結構ですよね。チャレンジする系の方がみんなこう喜んで見てくれるのかなと。今回は人間テーブルクロス式を引きもう一回人間テーブルクロス式引き人間テーブルクロス引きをしたいと思いまーす。そのね、やり方なんですけど、まあただね、人間をこう引いてもね、面白くないんですよ。バランスボールに乗りますね。こうやって乗りながら引きます。まずこのバランスボールにもクロスが引いてあります。こっちにもう一人いて、ここに乗ってる人はジャンプをしますジャンプをします。ではテーブルクロスで、そしたらこっちで人間クロス引きをする。ダブルで見せちゃおう。なるほどね。でね、シュンシュンってこと。シュンシュンって。俺はじゃあ、そこの人でいいのかな。そうなんですけど、まぁ、今回も体を張っていただこうかな。だからね、そこの人じゃねえじゃねえこの人じゃねえじゃそこじゃねえじゃここの人じゃねえじゃ俺よくいじめられてるよということで、はい、やっていきたいと思います。で、これガチな出勤セット買ってきた。これもう分かる、絶対怪我するこれもう練習ない方がいい。練習ない方がいいですね。これでも成功したら、多分本当に人類初成功。マジでそれ熱いな。頑張りましょう。それ OK です。 OK、 いきます。せーの。痛いよ足あー面白い今の布、これが布についてきちゃったんで、俺はこの状態で空中から落ちるだけみたいなこのこれだったら多分ついてこないです。綺麗に転がってったもんね。綺麗にこうついてきちゃうんで、で今ちょっとコップ、お皿がしちゃったんで、そう、ちょっとコップねでももう成功は近いですね、多分。うん、では、いきたいと思います。いきます、せーの。せーの。やばい、グニャった体が今ね、いや今見たらわかる、見たらわかる、今おかしくなってた今俺ね、着地するじゃん、力が逃げてバランス崩れるじゃん、はい、ここなんか、こんなのね、なんかビュインみたいな、今まで感じたことない動きしてたはい、ということでダブルテーブル人間クロス、これ以上やると危険な匂いがしますので、この辺りでもうやめよう、終わっとこうかなと。一つ言えることは絶対に真似しない。惜しいっすね。うん、最後のやつね、乗ったんだけど、いやーって思った。あ、考えてなかったでしょ。テーブルクロス引き、うん、無理しすぎるとクロスを引くんじゃなくてみんなが引くぜ。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。このチャンネルがいいと思った方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは以上、長島翔平と小笠原千秋でした。バイバーイ。